こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。今回紹介する武将はこのお方、徳川四天王の一人、井伊の赤鬼こと井伊直政だぜ。豊臣家や織田家、武田家に縁のある武将は結構解説してたけど、徳川に縁のある武将はもしかしたら初めてかもね。そうだな、私も気づいたのは最近になってからだぜ。あんたもしかして徳川嫌いなの？いや、そんなことはなきにしもあらずだぜ。それだと嫌いってことになるわよ。あ、そうなるか。特に理由はないのだが、私ってなんか昔から徳川アレルギーなんだよな。いや、最終的に戦国から太平の世になったのは徳川のおかげでしょ。それは全くその通りなのだが、徳川家康が天下統一したおかげで、大好きな戦国が終わってしまった。って感じで、ガキの頃によくわからない逆恨みをしてたのが理由といえば理由かな。徳川にとっては、とばっちり以外の何者でもないわね。ま、もうちょい成長してから徳川家やその家臣にも魅力的な武将はたくさんいるって気づいてな。特に伊家は先祖代々徳川に仕えている家ってわけでもないのに、徳川幕府の下、結構な数の老中や大老を出しているすごい家なのだぜ。ってことはその藩祖である井伊直政はすごい人物であるってことだと思うんだぜ。じゃ、どれくらいすごかったか早速解説してもらいましょうか。よし、じゃあ始めていくか。井伊直政は1561年に遠江の国衆、井伊家の一族の一人、直親の息子として生まれるぜ。直政が生まれる約1年前、かの有名な桶狭間の戦いが発生。当時今川方だった井伊家の当主直盛も参加、しかし今川義元が討ち取られ今川方は敗北、直盛も戦死したと伝わっているぜ。当主が死んじゃって、井伊家はどうなるのかしら。この敗北でカリスマ当主義元を失った今川方は混乱、三河では松平元康が独立を果たし今川と敵対。その影響は遠江の井伊家にも波及していくぜ。直政誕生の翌年、松平家との内通を疑われた父直親が今川方の武将、朝比奈康友によって撃たれてしまうぜ。なんと、いきなり父親が死亡。そういう事情もあり、幼い直政の養育は母方の縁者である新井の近則が担当したそうだぜ。とりあえず養育してくれる人がいてよかったわね。しかし、この新井の近則も戦で討ち死にしてしまうぜ。養育者が次々亡くなっていく。今後の直政の養育は亡くなった新井の近則の奥さんが担当することになるぜ。直政の養育者の話はもう一つ説があってな。っていうか、こっちの方が有名なのだが、井伊氏の政務を取っていた、直盛の娘の次郎法師が自分の母親と一緒に養育してたって話だな。この次郎法師という女性は直虎とも名乗っていたと言われているな。ちょっと前の大河ドラマの主人公ね。けどこの次郎法師と直虎は実は別人じゃないかってことを示唆する資料も見つかったりしていてな。ぶっちゃけようわからんのだぜ。その辺は気になるけど、とりあえず養育してくれる人はいたってことね。これで落ち着くといいんだけど。いや、落ち着くどころか井伊氏の所領である井の矢には脅威が迫っていたぜ。もう、今度は何なのよ。武田信玄が駿河へ侵攻、徳川家康も信玄と示し合わせて遠江へ侵攻するぜ。直政は混乱する井の矢から三河の蓬莱寺へと移され、ここでしばらく過ごすことになるぜ。あ、そっか。この頃に今川家が没落していくのよね。そうだぜ。井伊家をはじめ、今川についていた国衆は身の振り方を決めないといけないぜ。井伊家の人々は生き残りをかけて徳川家康に味方することを選択。15歳になっていた直政を家康の元へ出仕させるよう画策するぜ。たまたま鷹狩りに訪れていた家康の元に直政を連れて行き、そこで直政のことを気に入った家康が自分に仕えるようにと言ったとかいう有名な逸話が残っているな。何回に書いたようなラッキー話ね。あれ、逸話ってことは、実は直政の出仕や出世に関する話は、資料が新しくなるにつれて妙に具体的になっていくって特徴があってな。っていうことは、まあ、後世になってある程度盛られた話って可能性は高いかな。とはいえ、井伊氏の関係者による努力のおかげで、家康への出仕が決まったのは確かなようだぜ。まあ、何のつながりもない家の子供をいきなり家臣にするってのは確かに考えにくいわよね。現実的には徳川方との入念な交渉と準備があったようだぜ。まあそんなわけで、直政は晴れて徳川家康の家臣となるぜ。そして家康の近従として柴原の戦いで初陣を迎えるぜ。家康はこの時武田家の支配下にあった高天神城に対応するために出陣したようだな。デビュー戦の相手が武田家、大丈夫かしら。この時直政は夜中に忍び込んできた武田のスパイを討ち取って、家康から2万石に加増されたって逸話があるぜ。わお、いきなりいい仕事したのね。2万石もあげるなんて家康も太っ腹よね。あら、今逸話って言った？ま、これもおそらく後世に盛られた話だろうな。確かに徳川、武田ともこの時期に柴原に出陣したとの記録はあるが、この時はお互い睨み合いまでで、交戦には至らなかったようだぜ。活躍のしようがないじゃないのよ。この2年後に高天神城は徳川軍に攻め落とされるのだが、この時直政が城の水の手を断って、高天神城攻略に貢献したとの逸話があるぜ。もしかしてこれも、同時代の資料には見当たらない話だそうだぜ。若い時の直政の戦場での活躍を示す逸話は多いのだが、ほとんどは江戸時代に作られたもので、実際は家康の馬回りとして本陣を護衛するのが主な役割だったようだぜ。
そもそも2万石に加増されたって話も、当時の単位は石高じゃなくて神高だしな。なんかいろいろと残念な感じよね。ま、直政が自分で持ったわけじゃないし、話としては面白いから別にいいんじゃないか。そんな感じで家康の近従として過ごしていた直政だが、1582年に家康について安土城を訪れているぜ。この時家康の同盟者である織田信長は宿敵武田家を滅亡させ、それはもう絶好調だったぜ。家康一行はそのまま京都大阪を見物した後堺へ移動、そこから京に戻る道中であの事件が起こるぜ。あ、来た。例のやつね。そう、本能寺の変が起こるぜ。何か今信長様からクレームが入っているわよ。あ、そうみたいだな。ま、このチャンネルじゃ結構な割合で死んでもらってるから無理ないわよね。かわいそうだが武将によっては本能寺の変を語らないとどうしても話が進まない場合があるしな。それはそうよね。そんなわけでこれからも信長様には本能寺でこんがりと焼き上げられてもらうほかないのだぜ。じゃ、このクレームは黙殺でいいわね。ああ、このまま話を進めるぜ。信長の死を知った家康は巡視も頭をよぎったようだが、本多忠勝ら重臣の説得もあり、伊賀を越えて三河への帰国を決意するぜ。食事も満足に確保できないような、かなり大変な道中だったみたいだな。直政や重臣たちは家康の安全を確保するため必死の働きを見せ、家康はなんとか三河にたどり着くぜ。敵の勢力化を突っ切って帰国か。家康って苦労が絶えないわよね。直政はこの時の働きを褒められ、家康から孔雀尾の陣羽織を拝領したそうだぜ。ま、具体的な活躍ってのはよくわかってないんだけどな。またこのパターンね。帰国した家康は早速信長の弔い合戦のため兵を起こすぜ。とはいえこれはポーズで、本当の目的は違ってたようだが。家康の本当の目的って、武田丘陵の確保だぜ。武田家滅亡後の武田丘陵にはそれぞれ織田家臣団が配置されていたのだが、武田の維新たちに対する扱いが悪くてな。信長の死後は各々の猛反撃を受けて叩き出されているぜ。織田家は武田の維新たちをうまく取り込めなかったわけね。これで武田丘陵は統制の取れない状態になり、各地の国衆はそれぞれの思惑で動き始めるぜ。この混乱に乗じて家康をはじめ関東の北条氏直、越後の上杉景勝が軍事行動や政治工作を開始、武田丘陵をめぐる三つどもへの争い、天正寺にも乱が勃発するぜ。家康は甲斐に向けて出陣、地元の国衆の取り込みを始めるぜ。北条氏直も神津家から信濃へ進出していたが、上杉景勝も信濃へ進出していたため北条軍は進路を変更して甲斐に向かうぜ。徳川軍と北条軍は局地的な戦闘はあったものの、全体としては睨み合いが約3ヶ月も続くぜ。膠着状態ね。ここで織田信勝、信孝からの和解勧告もあり、両者は和睦のための交渉に入るぜ。北条方の使者は東州寺直の叔父の北条氏則だぜ。彼は古くから徳川との交渉役を務めていた人物だぜ。そして徳川方からの使者はこの時若干22歳の井伊直政が抜擢されるぜ。抜擢されたのはいいけど、この時の直政に交渉の経験が豊富にあったとは思えないんだけど。直政が抜擢された理由はいくつかあると思うが、その一つは格かな。基本的に派遣された使者の価格が高いほど、交渉相手に対して手厚く対応してるってことになるしな。直政はこの時井伊家の当主の立場で、実は井伊家って遡れば藤原氏に繋がる名門でもあったのだぜ。なるほど。北条の一門衆にも引けを取らない価格だったってことね。あとは直政本人の能力かな。交渉の使者に求められる能力の一つはその場での判断能力だぜ。相手の出してきた条件の意図や今後の影響を考えて、条件を飲むか飲まないかを決断しなければならないぜ。家康は直政にそういう才能があるって見抜いてたのかしら。まあ後でわかるが、そういうことだと思うぜ。直政は井伊家の家老である木俣盛政と共に交渉を進め、徳川は甲斐と信濃を獲得、北条は神津家を獲得、さらに家康の娘を北条氏直へと継がせるという条件で和睦をまとめるぜ。やるじゃないの。こうして天正神後の乱は終結、甲斐と信濃を手に入れた家康は自分の戦力アップのため、武田の維新たちの取り込みを始めるぜ。この時直政は家康の元を訪れる武田の維新たちの取り次ぎを最も多く務めていたそうだぜ。取り次ぎってどういう役目なわけ？主君が外部の者と対面する時なんかに場を設定したりする役目だな。直政はこの頃家康の近従でもあったから、この他にも添え状を書いたり、使者を務めたり、来客をもてなしたりって感じで実務に多く関わっていたようだぜ。赤鬼なんて言われてるのに、秘書官みたいなことしてたのね。実際この頃は秘書的な役割が多かったようだぜ。赤鬼って呼ばれ出すのはもうちょい後のことだしな。とはいえ、直政自身も甲斐や信濃の国衆の元に直接出向いて交渉してた形跡もあるみたいだぜ。こんな感じで武田の維新たちを取り込んだ家康は本格的に軍政の強化に取り組み始めるぜ。新たに家康の直轄軍として旗本先手隊を創設、本多忠勝や榊原康政らが隊長として選出されるぜ。そして北条氏や武田の維新たちとの交渉に貢献した直政も隊長の一人として選出されるぜ。いよいよ部隊長も任されることになったのね。そして直政隊には武田の維新たちが多数含まれていたぜ。その中には猛将山形正景や原正胤の援助もいたそうだぜ。そして遺体の装備の色は家康の命で赤に統一されるぜ。
武田の家臣で他国の兵を震え上がらせていた小太政隊の装備が赤だったことに由来してるそうだぜ。武田からその維新たちと赤の装備を引き継いだ飯隊は、飯の赤備えとして戦場で活躍するぜ。そして創設して間もない飯隊に早速活躍の機会が訪れるぜ。これが飯隊が創設されてから初めての本格的な戦闘となるぜ。で、相手は誰になるの？柴田勝家を滅ぼし、畿内での勢力を大きく伸ばした、羽柴秀吉だぜ。秀吉は信長の次男信勝と対立、信勝が家康と同盟を結んだことで秀吉と家康は対立することになるぜ。秀吉 VS 家康、後の天下人二人による戦い、小牧長久手の戦いの始まりだぜ。家康は小牧山城に入り、一方の秀吉は犬山城に着陣、両者とも周辺に砦を築いて睨み合うぜ。さて、ここからどういう展開になるのかしら。ここで秀吉が先に動くぜ。秀吉の甥、三好秀次を対象とする別動隊を三河方面へ派遣するぜ。いきなり家康の本拠を狙ってきたわけね。しかし、秀吉軍の動向を逐一チェックしていた家康は即座に小牧山を出陣、秀吉軍の別動隊を追いかけるぜ。この合戦では飯隊は旗本隊の前方に位置していたぜ。秀吉軍別動隊の池田恒興隊は三河へ向かう途中で徳川方の岩崎城を攻撃、三好秀次隊は城が落ちるのを休憩しながら待っていたぜ。そこに家康軍の先方、榊原康政隊や大須賀康隆隊が襲いかかるぜ。不意をつかれた三好隊はたちまち壊滅状態となるぜ。してやったりね。一方家康旗本隊は小畑城から東の山沿いを迂回、引き返してきた森永義隊、池田恒興隊の退路を遮る形で布陣。ここで飯隊と家康旗本隊と二手に分かれて強撃を仕掛け、ボッコボコにした挙句、池田恒興と森永義を討ち取る大勝利を飾るぜ。秀吉軍相手に大勝利。飯隊も活躍したみたいだしよかったわね。ただ飯隊としてはミスもあってな。ミス？配下の木又森政の大使に対する指示出しが遅くて家康に怒られてしまったり、直政自身も騎馬戦になった時、指揮そっちのけで敵と取っ組み合い始めたりって感じかな。隊の指揮官が直で取っ組み合いはまずいでしょうよ。そこは家康隊にいた安藤直継に、あのなぁ、大将は戦闘の状況を見て的確に指示すんのが仕事なんだよ。いきなり取っ組み合いしてどうすんだよ。って感じで怒られたそうだぜ。グーの根も出ない正論よね。ま、多少のミスはあったものの、武田の維新を中心に編成された飯隊の戦闘力は非常に高く、大将クラスも討ち取る活躍を見せたことから、飯隊は赤備えとともに豊臣方から恐れられるぜ。無茶もあったとはいえ、直政も勇猛な戦いぶりからこう呼ばれるようになるぜ。飯の赤鬼。ってな。ここで赤鬼ね。小牧長久手での局地戦では徳川方が勝利したが、全体としては両者の睨み合いが続いていたぜ。それぞれが各地の勢力を味方につけるための外交戦を繰り広げる最中、織田信勝が秀吉と和睦。これで秀吉と戦う名分のなくなった家康も秀吉との和睦に向かうぜ。家康は息子の秀康を重臣の石川数正、本田重次の息子たちと共に秀吉の元へと送り、両者の間に和議が成立するぜ。諸説あるのだが、実質的にこれで家康が秀吉に臣従したとの見方もあるそうだぜ。しかし、秀吉は徳川方にさらなる人質の提出を要求してくるぜ。これはなかなか難しい決断になりそうね。協議の結果、この要求を徳川方は拒否するのだが、この判断に伴って、徳川方には大事件が起こってしまうぜ。大事件？秀吉との交渉役でもあったり、人質提出に乗り気だった徳川家の重臣の中でも重要人物である石川数正が、秀吉の元へ出奔してしまうぜ。え、このタイミングで、どういうことよ。理由の一つとしては、直政を含む若手の台頭だな。これで石川数正の徳川家中での影響力が低下してきたってことかな。自分が乗り気だった人質の提出も却下されちゃってるしな。他にも自分が交渉役を担っていた武将が秀吉方に寝返ったりとか、いろいろあるのだが、この出奔事件は徳川方にとってはシャレにならない事件だぜ。石川数正は徳川では重臣って立場だったわけだから、軍勢は愚か、徳川の各種機密情報が秀吉方に漏れてしまうってことだな。これは確かにシャレにならないわね。しかし家康はこれに素早く対応、軍勢を武田優に改め被害を最小限に食い止めるぜ。結局秀吉が人質代わりに自分の妹の朝日姫を家康に嫁がせた後、家康も秀吉の要求に従って、直政や本田忠勝たちの親族を人質として秀吉の元に送っているぜ。なかなかややこしいことになってるわね。そんなこんなで家康が秀吉の上洛要請に同意、代わりに自分の母親である大満所を家康の元に送ってくるぜ。この時に大満所の警護を務めたのが直政と本田重次だぜ。本田重次は大満所が入った屋敷の周りに芝山木を積み重ねていったそうだぜ。それってどういうことなのかしら。なんかあったら屋敷ごとも屋敷まうぞってことだぜ。うわ、しかし直政はというと、大満所と女中たちの元をたびたび訪問し、お菓子や果物を差し入れていたそうだぜ。これで女中たちは直政のことを褒めちぎり、そのことは秀吉の耳にも入ったようだな。今も昔も、女子は差し入れに弱いわよね。家康の帰国を受けて大満所は秀吉の元へ戻され、直政が大阪まで送っていったそうだぜ。この時直政にいい印象を持っていた秀吉に大層なおもてなしを受けたそうだぜ。この時直政は秀吉から引き抜きの勧誘を受けたという話もあるぜ。おもてなしの席にはあの石川数正もいたようだぜ。
カズマサからも勧誘を促そうってことかしら。その辺はよくわからないが、直政はカズマサのことをガン無視しつつ勧誘の話を丁重に断ったそうだぜ。秀吉の人たらしも百発百中じゃなかったってことね。直政には振られてしまった秀吉だが、家康を心中させた後は順調に各地を平定、残るは関東と奥州のみとなったぜ。秀吉は真田昌幸と北条氏の領土問題をきっかけに北条氏の討伐を決定、徳川をはじめ各地の大名に参陣を命じるぜ。秀吉軍は圧倒的な物量で北条氏を追い込み、北条氏はとうとう降伏せざるを得なくなるぜ。北条氏からの小田原城明け渡しの際、秀吉の家臣に加えて徳川勢から直政と本多忠勝、榊原康政が向かい戦後処理を担当したそうだぜ。ここでちょっとした事件があってな。事件ですって。北条氏の四代目当主の氏政と弟の氏輝の切腹が行われたのだが、その場にいた氏輝の故障、山角貞吉が氏輝の首を持ち去ろうとするぜ。切腹の場で豊臣方の兵の狼藉があったことが理由らしいぜ。彼は抗議のために氏輝の首を剣士役の直政と榊原康政に差し出して自害しようとしたそうだぜ。それに対して直政は貞吉の刀を奪って制したそうだぜ。直政はこの一件を家康に報告、家康は貞吉の忠義を褒め、直政に指示して彼を召し出し旗本に取り立てたそうだぜ。切腹の場面でのハプニングなんて滅多にないでしょうに、冷静な対応ができるなんて直政すごいわね。家康の見込み通り、その場の判断能力は高かったみたいだな。北条氏滅亡後、秀吉は家康に関東への国替えを命じるぜ。家康は江戸を新たな本拠とし、家臣たちも関東各地に新たな領地を得ることになるぜ。直政も神津家の国美濃は22万石の領地を得ることになるぜ。これは徳川家臣団の中でも最大のものだぜ。これで徳川の筆頭家臣の立場になったってわけね。直政は豊臣政権からも官位を授かったりして、豊臣家からも優遇されていたようだぜ。美濃に領地を与えられたのも、秀吉の意向があったとも言われているな。直政は秀吉のお気に入りでもあったわけね。その後は奥州市沖を経て起こった九戸の乱鎮圧に参加、この乱の鎮圧をもって日本は豊臣政権の下で統一されるぜ。でもこの後朝鮮出兵に向かっていくのよね。そうだな。直政の主君家康も朝鮮出兵の拠点である名古屋城に本多忠勝と共に赴くぜ。直政はこの間榊原康政と共に江戸で留守を守り、江戸城の不振に関わっていたそうだぜ。各地の大名がこの無謀な戦で疲弊していく中、軍勢の派遣をしなかった徳川家は力を蓄えることができたようだな。そして秀吉が亡くなり、豊臣政権は朝鮮からの撤退を決めるぜ。家康は諸大名と新たな関係を構築すべく動き出すぜ。伊達政宗や福島正則らと婚姻関係を結ぶなどしてな。そして直政には今後の布石とも言える、重要な案件が任されているぜ。重要な案件って、黒田女水長政親子と盟約を結ぶことだぜ。この時直政と黒田長政は綿密なやり取りを経て、お互いの連携と機密保持を約束したそうだぜ。これは後で聞いてくるやつね。この頃には直政の交渉での手腕はかなり完成の域に近づいていたようだな。今日の伏見で政務を取りながら独自の動きを見せる家康だったが、豊臣秀頼の森役前田利家がこれに反発。家康と利家、それぞれの支持者がお互いの京の屋敷に集結、一触即発の状態となるぜ。これはやばい。直政は反家康の動きを聞きつけると武装して枚方で家康と合流するぜ。京に滞在した直政は家康派の武将たちと協議を重ね、体制を固めるために奔走するぜ。結局家康と利家の対立は両者起承門を提出し、なんとか収まることになるぜ。ここはなんとか収まってよかったわね。しかし、もともと体調が悪かった前田利家が亡くなってしまい、これが新たな事件の引き金になるぜ。前田利家というブレーキが効かなくなった加藤清正、福島正則、黒田長政ら七将が石田三成を襲撃してしまうぜ。歴史ファンにはもうおなじみの事件よね。三成は伏見の自宅に逃げ込んで難を逃れるが、仲裁に動いた家康は七将の意向を汲んで三成を沢山城に撤去させるぜ。そして襲撃に関わった七将との交渉役を担ったのが直政だぜ。七将の一人、黒田長政とのパイプを生かして七将が三成の撤去で納得するよう説得したそうだぜ。これによって家康はさらに味方陣営を固めることに成功、三成に対して優位に立つぜ。こういう働きって、ある意味戦で活躍するより重要よね。三成を政権から追い出すことに成功したことでようやく家康の周辺は安定、諸将が帰国することになり直政も一旦関東に戻ることになるぜ。家康は利家亡き後の前田家に圧力をかけ屈服させると、次のターゲットを上杉家に定めるぜ。会津にて軍備を進めていた上杉家に対して謀反の疑いをかけ上洛して釈明するよう要求するぜ。しかし上杉家の重臣、直江兼次は直江城を家康に送って抗議、ぶち切れた家康は会津への出陣に踏み切るぜ。これも有名な流れだけど、この時直政は何してたのかしら。この時直政はまだ高崎にいたぜ。ある武将との交渉のためにな。ある武将って、真田信行だぜ。直政は金森有重を仲介して真田信行と条件を詰めていき、見事味方に引き込むぜ。もうこの時点で信行は徳川方につく決断をしていたってこと。そういうことだぜ。そして、これはかなりのファインプレーと言っていいぜ。後に信行は会津征伐の途中、犬伏にて父正幸、弟信繁と田元を明かすと、そのまま居城沼田城に入るぜ。石田三成と上杉景勝は沼田城を介して情報のやり取りをしていたため、これで徳川方は三成と景勝の情報ルートを遮断することに成功するぜ。
これも後から聞いてくるやつじゃないの。ちょっと時系列が前後するが、家康は会津へ向かう途中、上方で石田三成が挙兵したとの知らせを聞くぜ。これを受けて豊臣恩子の諸将が先行して東海道を西に向かい、家康も清洲付近で合流する手はずだったのだが、上方で家康のこれまでの行いを非難する内府違いの上状が出され、これに武陽衆や淀殿が同調し、家康は豊臣政権の反落者という立場になってしまうぜ。あらや、立場が逆転しちゃったじゃないの。これに対して家康は黒田長政と会談、諸将が自分から離反しないように工作するよう要請するぜ。そして家康は一旦江戸に戻ることにするぜ。自分の名代を派遣してな。名代って誰よ。もちろん直政だぜ。こんなややこしい状況を任せられるのは直政しかいないわね。ただしこの時直政は体調に問題があったらしく、一緒に本田忠勝も派遣されているぜ。直政は先行していた諸将に合流して清洲城に入り、家康の到着を待つぜ。しかし、なかなか江戸から出ようとしない家康に諸将は露骨にイラつき始めるぜ。そこに家康からの使者が到着、その使者は、家康様は、みんながガンガン攻めないから出陣しない、っておっしゃっていますと告げるぜ。いや、何人のせいにしてんのよ。この発言にブチギレた福島正則らは即座に岐阜城を攻めることを決めたそうだぜ。諸将は木曽川を渡って岐阜城攻撃を開始。この時福島正則と池田輝政がお互い先方を主張し争いになるが、直政と本田忠勝が仲裁し収めたそうだぜ。直政もいろいろ大変よね。でも岐阜城ってかなり強力な要塞よね。うまく落とせるかしら。さっきの家康からの使者のメッセージに怒りマックスの諸将たちは渡河からたった3日で岐阜城を落としてしまうぜ。すげえ。見事に家康からの劇が効いたようだぜ。さっきのメッセージが、嫌味じゃなくて、しかし、ちょっと薬が効きすぎてしまったようだぜ。岐阜城を落とした家康方の諸将はどんどん攻め上っていき、三成のこもる大垣城付近まで進軍、三成の本拠である沢山城を伺うとこまで進むぜ。いや、別にいいじゃないの。順調に進軍してるんだし。このまま攻め上られると家康が到着する前に決着がついてしまう可能性が高くなるぜ。それはもしかしてまずいんじゃないの。そうだぜ。だってここまで家康ほぼ何もしてねえしな。仮に三成を叩いたところで、戦後の影響力は小さいものになってしまうぜ。そういうわけで直政は諸将がこれ以上進軍しないように調整、美濃赤坂にて家康の到着を待つぜ。家康が到着するまでの間、直政は各地の大名と連絡を取り、味方を増やすように画策しているぜ。他にも黒田助水に対して九州での軍事行動を容認するやり取りをしたりしてるのだが、この時の書状の内容には、いやあ、私はみんなの後についてきてるだけっすよ。って感じのことが記されていたそうだぜ。あくまで自分は諸将たちの調整役ってことをアピールしているな。でもそれって本来家康がやることじゃないの。その通りだぜ。この時の直政は彼らの意見を聞きつつ、軍団としての方向性を彼らに示すという大役を任されていたのだぜ。暴走しがちな福島正則とかの武闘派武将たちをうまくコントロールしつつな。まさに家康の代理として機能してたってことね。そしてようやく家康が岐阜城を経て美濃赤坂に到着するぜ。家康はここまでお膳立てした直政を信じて、中山道を進んでいた秀忠率いる本隊の到着を待たず、短期決戦を行うことを決断するぜ。家康率いる東軍、石田三成率いる西軍はそれぞれ関ヶ原に軍を展開するぜ。いよいよ決戦ね。日本史の中でも最大級の局地戦、関ヶ原の戦いの始まりだぜ。決戦のオープニングを飾ったのは直政だったぜ。霧の中で家康の四男松平忠義と共に索敵中だった直政隊は浮田秀英隊と遭遇、そのまま戦闘に突入するぜ。実はこの日の先鋒は福島正則が務めることになっていたのだぜ。ってことは福島正則は一番槍を直政に取られちゃったわけよね。後でブチ切れたんじゃないの。あくまでも偶然の遭遇ってことで、特に怒ったりはしなかったようだぜ。しばらくは両軍互角の展開が続くが、小早川秀明の裏切りとそれに同調した赤座、朽木、脇坂平も裏切り西軍は崩壊。これで東軍の勝利はほぼ確定し、いい隊も多くの士気を上げる活躍を見せるぜ。戦前のお膳立てと合わせて考えるとかなりの貢献よね。しかし、ほぼ勝負の決まった戦場のど真ん中をある部隊がものすごい勢いで突っ切ってくるぜ。あ、もしかして、西軍の後方に位置して、最後まで戦闘に参加しなかった島津義弘隊だぜ。E隊はこれを見逃すことなく追撃をかけるが、島津隊のとんでもない反撃に遭い、直政は銃撃を受け右腕を負傷してしまうぜ。戦には勝ったけど、直政大丈夫なの。ま、撃たれたのは腕だし、この時は致命傷ってわけじゃなかったんだが。心配だわ。負傷した直政だが、休むことなく次の戦や戦後処理に奔走することになるぜ。石田三成の本拠地沢山城を落城させたり、福島正則と稲津諸島のいざこざを仲裁したり、西軍の総大将、毛利輝元との交渉に関わったり忙しい日々を過ごすぜ。この他にも徳川の天敵、真田昌幸の除名にも尽力したらしいな。家康からしたら絶対に始末したい人物よね。直政は昌幸の息子、信幸の頼みを聞き入れ、独断で昌幸の除名を確約したそうだぜ。いやいや、いくら直政でもそれは無茶でしょうよ。直政はあくまでも真田昌幸を始末しようとする家康に対して、信幸殿は父親と別れて徳川に忠義を尽くしました。父の命を奪うのであれば、どんな恩賞をもらっても生きている甲斐はないと言っています。私が約束したことが認められないのであれば、今後私は家康様に仕えることはできません。と言い放ったそうだぜ。自分の身体もかけて説得したわけね。
これにはさすがに家康も折れて、渋々正幸の除名を認めるぜ。父親の除名が叶った真田信幸はより徳川に忠説を尽くし、今後徳川幕府にとって欠かせない大名になるぜ。その後直政は石田三成の給料沢山15万石を拝領し、元いた神津家の領地のうち3万石も引き継ぎ、合わせて18万石の大名となるぜ。これまでの貢献を考えると当然よね。そして島津家との戦後交渉にも関わるが、直政の体調はこの頃急激に悪化していくぜ。そして沢山に入って約1年後、直政はこの世を去るぜ。去年42歳だぜ。というわけで、これが井伊直政の生涯だぜ。なんか急に亡くなっちゃったけど、やっぱ関ヶ原で銃撃されたのが原因なのかしら。それもあると思うが、関ヶ原の前から謎の腫れ物に悩まされていたそうで、そこに銃撃と戦後の激務が重なって寿命を縮めたんじゃないかって話もあるぜ。この時代の武将って、体調悪くても頑張っちゃうわよね。ともあれ、直政が徳川家にもたらした貢献は大きいと思うぜ。確かに、直政がいなかったら関ヶ原でまともに戦えたかどうか。そうだな。途中で東軍が瓦解してた可能性すらあると思うぜ。赤鬼なんて言われているけど、戦闘よりもむしろ交渉や調整で本領を発揮する武将だったようだしね。直接的な戦闘での活躍もあるのだが、味方を増やすってことに大きく貢献したって印象だぜ。実力は十分あるのに、味方を増やせず負けていった武将は多いからな。実は家臣に厳しかったってエピソードもあるのだが、実績を見てるとそのまま受け取るのはどうかなって思うぜ。気配りできる人じゃないと味方しようとは思わないしね。直政を藩祖とする彦根藩は幕末まで江戸幕府の中心として存続するわけだから、子孫たちにもその能力やノウハウは受け継がれていったんだろうな。異名から来るイメージとはちょっと違ったけど、すごい武将だったってことは分かったわ。視聴者にもそう思ってもらえたら嬉しいぜ。じゃ、そろそろ締めるかな。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回も鬼と言われた武将を解説します。次の鬼はめちゃ強い鬼です。それでは皆さん、またね。